リエミ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 リチャンネルさあ始まるよ。はい、おはようございます。海に行こうと思ってもです。さあ今日なんですけれども、私の宣材写真が今こちらを使わせていただいてるんですけれども、結構前のやつということで、今なら今世紀最大の漏れた写真が撮れるのではないかと思い、奇跡の一枚を撮ろうと思います。わーい。ロンハーとかでよくやってるやつやりたかったんですよ、前々から。なので今メイク中です。今から4パターン衣装と髪型とメイクを変えて奇跡を起こそうと思うので、皆様はそちらの奇跡の見届け人となります。それでは1パターン目までタイムスリップでん。というわけで最初のメイク完了しました。イエーイ。そう、今回4パターン撮りますって最初に言ったんですけど、なんで4パターンかというと、この度エドナからカラコンが4種類発売されることになりまして、せっかくなのでそのカラコンに合わせて4種類の漏れる私を撮ってみようということで4パターンにしましたっていう突然の宣伝も挟んでおきます。まず最初はちょっと青い服で、ちょっとメイクも青で、いつもと違う私みたいな感じを演出してみました。カラコン自体は橋本環奈ちゃん系の色素薄い系ですね。自然でナチュラルに漏れるんだけれども、ナチュラルすぎず。というわけで奇跡の1枚、略して奇跡1、撮りに行ってきます。1枚目、イエイエイウォーウォー。今日はこの奇跡の1枚なので、奇跡を生み出したいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、豆潰っちゃったもん。もう奇跡よ。奇跡、ある意味の、ある意味の奇跡。自分で、どういう感じにしたら奇跡は生まれますか？振り、こっちちょっと青い。カメラ、なんか手あげて。手あげて、はい。橋本環奈ちゃん、あ、なりきった。橋本環奈になりきります。橋本環奈です。なってないけど、待って。こっちの手もあげる。こっちの手もあげる。うん、なんかちょっとこうして、こちらにちょっとこう寄りかかって、うん、あ、そうそうそう、あとはなりきるしかないから。はい、そのうち目の力抜いた方がいいかも。はい、ちょっと入って。すごい。こういうね、なんか光当てた方が漏れたりするから。橋本環奈ちゃん、はい、というわけで2つ目の奇跡に参りました。めっちゃメイクありました。今回はメイクはちょっとキリッといい女風、デート今から行ってきますみたいな感じで、普段ちょっとしない感じのキリッと系のくすみレッドオレンジみたいな感じのあれです。で、入れたカラコンが、もうこれ見ていただいたらわかるんですけど、めちゃくちゃナチュラルなんですよ。サークルオブモミジっていう作ったカラコンの中でも一番ナチュラルでバレないカラコンで、レンズを見た時にモミジの形みたいにピピピピピってなってる、この赤っぽいブラウンの形がめちゃくちゃいい感じに目に馴染むの。学生さんとか社会人の方とか、カラコン初心者の方でも一番つけやすいカラコンじゃないかなと思うカラコンです。はい、というわけで2回目の奇跡を起こしに行ってまいります。もう2回目、もう2回目なのかな、わかんないけど。小松菜奈です。じゃあ小松菜奈に。うん。あ、綺麗。おお。漏れました。小松菜奈が現れた。野生の小松菜奈が現れた。はい、というわけで3パターン目の変身してまいりました。次はだいぶイメージ変わった。さっきのお姉様みたいな感じからポップな感じになりました。メイクの感じも黄色とオレンジを使い、目にもなんかちょっとちょんちょんってこうキラキラな感じのきらめきを灯し、ポップだけど女の子らしさを兼ね備えた元気っ子女子みたいな感じで決めさせていただきました。で、あのカラコンの紹介させて、きらめきコンクリートという色を入れさせていただきました。これグレーカラコンなんですけど、すごいほら馴染みがめちゃくちゃいい、そしてめちゃくちゃ可愛い。なので入れるだけで一気に垢抜けるし、ちょっとだけハーフっぽくもなるけど、ギャルみたいな感じにもならないし、ハーフにもなりすぎないみたいな絶妙なグレーカラコンが完成して、私これ今回の中で一番個人的には好きかもっていうぐらいの自分的推しカラコンとなっております。で、こちらのカラコンなんですけれども、UV カットとブルーライトカットがしてありまして、色も可愛く UV からも守られ、ブルーライトからも守られ、かつ漏れ、垢抜け、そして可愛くなれるという感じです。というわけで3枚目の奇跡を起こしに行ってまいります。次はだから、なんだろう、27歳ですけどポップティーンみたいな感じで頑張ろうと思ってます。目指せニコル、目指せネオちゃん。17歳です、エミリー。え、17歳なの？17歳です。あ、シブティンです。アメちゃんとかナミちゃんいます。ニコルです。あ、ニコル。ニコル。
踊っちゃう。ニコルン、ニコルン、ニコルン。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あ、いいね。あ、いい。行きます。すごい、ジャンプさ、すごくない？あ、くるくる回って、くるくる回って。はいはいはい、あ、楽しい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 。はい、打って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 。打つ？バッター、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 いつだって。はい、かき、かき、かき、あ、いいよ。ホームラン、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 ホームラン。あ、打っちゃった、打っちゃった、打っちゃった。ピッチャー、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 はい、投げて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 、ピッチャー、ピッチャー、投げる方か、投げて、はい、投げて、おー、投げたー、投げてたー。はい、というわけでラスト4つ目の変身を遂げました。次もまた一気に雰囲気変わりまして、こちらはアジサイラベンダーというカラコンを入れさせていただきました。なんかカラコン業界でのトレンドがラベンダーで、試してみたらやっぱラベンダーってすごく可愛かったので入れさせていただきました。そう、ラベンダーって派手かなーとか、あんま入れたことない方からしたらとっつきにくいなーと思えるかもしれないんですけれども、ちゃんとラベンダーの中に淡いベージュをミックスさせているので、こう誰の目にも馴染むようになっております。すごく綺麗な瞳になります。そしてちょっと女の子らしい感じの瞳を演出することができるので、個人的にはすごくすごく好きです。ちょっとなんか気分を変えたい時とかにめちゃくちゃおすすめです。あ、メイクはピンク系のメイクです。お姉さんっぽくちょっと儚くドーリーな感じです。じゃあ写真撮ってきます。まで使ってるもん、映ってないのに。さすが、みなみ。はい、というわけでお疲れ様です。こんにちは現実世界。はい、というわけで、あれから数日が経ちまして、奇跡の1枚のデータが届きましたので、今から一緒に見ていこうと思います。まあね、まずその奇跡の1枚の選別をしなくちゃいけないから、ちょっとみんなも一緒にどれが奇跡の1枚か決めてほしいんだけれども、一緒に決めましょう。一番最初の水色の服、麦ヒノキですね。麦ヒノキのやつをつけたやつからいきましょう。エントリーナンバー1番こちらです。ドン。はーい。なんかそうっすね。あれですね。顔ムカつきますね。これちょっと顔ムカつくな。マジで、色素薄い系カラコンがいい仕事をしてくれているおかげで、なんかいい感じになっている。で、続きまして、こちら。いや、ムカつくよ。いや、わかる。表情がムカつくのはわかる。表情がムカつくのがわかるんだけど、それめちゃくちゃ気持ちはわかるんだけど、まあ、漏れてるか漏れてないかで言ったら、これと比べて、絶対漏れてるやん。プロのカメラマンさんすげえ。プロのカメラマンさんとメイクさんはすごいなぁ。でもこれやっぱ漏れてんな。いや、漏れてるわ。自分で言うの恥ずかしいけど、それいつもと比べたらそれは漏れてるわ。次、エントリーナンバー2、サークルオブモミジから。いつもと違う、ちょっと大人、セクシー、エミリーみたいな感じなんですけれども。これ結構不思議な一枚じゃない？化粧もいつもの感じと違うし、風吹いてるからね、これ。風バーッと吹いてる中で。これ結構いい気がするっていうのが一枚あるのと、これもいいじゃん。これもなんかいいよね。なんかこれもなんか強そう。めちゃくちゃなんか、マリー・アントワネットみたいなことを言いそうな女子ですね。パンがないなら、買えばいいじゃないみたいな。じゃあなんだろう。あ、あれでしょ。パンがないなら、ケーキを食べればいいじゃないとか言いそうな感じの女子に仕上がってます。はい、次行きます。次、ニコルン系ですね。藤田ニコルちゃん系で言ったんですけれども、ポップだから、漏れてるのは漏れてるんだけど、いつものエミリンと全然違うっていうよりは、エミリンだけでも漏れてるみたいなシリーズですね。あ、これも漏れてる。ここ二つのお団子なんてさ、私ジャマジョドレミのコスプレをした時以来、人生でしたことないから、すごいなんか楽しかった。はい。で、続きまして、田中みな実さん風部門ですね。いや、これはもう、あれですよ。スキピトのデート用エミリンと言っても過言ではない。これ割れながらこれ漏れてる。これめっちゃ漏れてるくない？これちょっと漏れてんな。これいいじゃん。私これ、あ、これいいと思う。これ結構いいと思う。調子乗んなーって言われそうな。調子乗んなーって言われそうな感じですね。本当に今私がこれが奇跡の1枚ですって決めるの結構難しいから、よかったら視聴者の皆さんが、
決めてくださるととてもとても嬉しいです。コメント欄で教えてください。番号をつけておきます。今出した写真の中に番号をつけておくので、どれが一番良かったかコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。で、その中でみんなが一番いいって言ってくれたやつを、エミリンチャンネル史上における一番漏れた写真、奇跡の一枚として認定させていただくことにいたします。はい。コメントお待ちしてます。はい。というわけで、奇跡の一枚の企画させていただきました。私はめちゃくちゃ楽しかったです。おぉ漏れたっていうのがすごい楽しかったです。ちょっと、なんか、私どうみたいな感じの動画を撮ってるんですけれども、本当にはっきり言って私自分のことブスだと思ってるんですよ。自分のことブスだと思ってるし、顔が可愛くないことも自覚してるんですね。だから、まあこういう今回カラコン出しますとか、奇跡の一枚撮りますっていうような曲をしたら、一定数やっぱ必ず言われてしまうのが、勘違いしてんじゃないよブスとか、いや、お前はどんだけ頑張っても、そういう可愛いキラキラした女子の世界にはいけないんだから、無理すんなみたいな感じで言われちゃうことが正直多くて、めちゃくちゃ気持ちわかるの。なぜなら私もその考え方だったから、今回の人生私はブスに生まれてしまったし、残念ながら来世に来たみたいな感じで、もう自分を諦めて卑屈に、まあ、私なんてブス、どうせブスとして生きてたのね、20代前半までは。でもついに気づいてしまったんですけれども、人生って意外と長いの。だからさ、私ずっとさ、25歳ぐらいまでさ、私はブスですよみたいな感じでこうすごい卑屈に生きてきたんだけれども、なんかそんなこと言ってもマジで人生何も変わらないし、顔が変わるわけでもないし、卑屈に生きててもあまりにも人生が楽しくないし、あまりにもつまらないの。つまらなかったのよ、人生が。ずっと人に嫉妬して、キラキラした人を見て、あんなの大したことないよね、みたいなこと言って、本当は憧れてるのにさ、そんな自分になれるわけないから、どんどん惨めになるのも悲しいからっていうので、羨ましいからさ、言っちゃうわけじゃん、それを。で、まあ、最近なんかその、賛否両論もちろん雨ですけれども、まあ、ダイエットしたりとか、メイク頑張る日を作ってみたりとか、いろいろさせていただいてる中で、やっぱり、ちゃんとメイクして、素敵なカラコンを入れて、素敵な衣装を着て、こうキラキラした光の下で写真を撮ってもらったら、今見てるこの私よりは可愛いとは言わないけど、マシになれるわけじゃないですか。少なくとも私は今のこの自分とこの自分とどっちの自分の方が好きですかって言われたら、絶対こっちの自分の方が好きなの。もちろん勘違いブスって言われるかもしれないし、ブスはブスっていう自覚もあるんだけど、それでもちょっとでもマシになりたいとか、ちょっとでも自分が好きと思える自分になりたいって思うことって何も悪いことじゃないし、素敵なことだと思うんですね。なので今回私4種類のカラコンをプロデュースさせていただいたんですけれども、そのカラコン入れたからといって皆さんのコンプレックスが全部なくなるわけでもないし、ちょっと瞳の縁が大きくなるだけで何なのって思うかもしれないけど、でもそれでもさ、今のこの私よりはマシになれる、ちょっとでも好きになれるとか、ほんの1ミリでもいつもの自分よりも自信が持てるっていう状態になってもらえたら嬉しいなとすごく思ってます。ぜひぜひ皆様、エドナーから出たカラコンよろしくお願いします。概要欄にリンク貼ってあって、そこからカラコン買えるようになってるので、よかったらチェックしてみてください。というわけで、本当に自信持っておすすめできるカラコンなので、よろしくお願いします。バイバーイ。